豊川岡駅は、北海道川戸郡月形町麻豊かが丘にあった、北海道旅客鉄道札沼線の駅である。殺傷線の区間廃止に伴い2020年5月7日に廃駅となった。1960年9月に開業した月形村豊川岡地区住民の要望により、設置された西岸駅である。当時、駅から北西約 5km の山中にある。 月型炭鉱が1947年に本格稼働するなど、駅周辺は発展していたが、炭質の低下や石炭需要の減少などで1963年に閉山し、その後周辺に暮らす人も少なくなった、新聞1。駅は木々に挟まれ、細い砂利道の先に位置していることから、秘境駅として人気が高まり、鉄道写真の撮影スポットとして知られていた、新聞1。 新聞2。1976年の豊川岡駅と周囲約500メートル範囲、左が札幌方面、国土交通省国土画像情報をもとに、作成付近が緩い丘陵性の地形で、ほとんどが農耕地であり、五国の豊かな実りの地であることを願って命名された、短式ホーム一面一線を有していた、地上駅、新聞8。石狩東別駅が管理していた、 無人駅、開業当初はホームのみの駅であった。新聞8が、後に、月形町により、広さ10畳ほどで、トイレ付けの木造待合室が設置され、新聞3、新聞4、当駅の廃止まで使われた。待合室に掲げられた、木製駅名板は、1997年5月に、北海道江庭市に住む、鉄道愛好家の男性が手作りし、設置したものである。 邪魔なら捨てられるだろうと JR 北海道には無断であったが23年使われ続けた廃止予定を知った男性が JR 北海道を通じて月形町役場に連絡し側面の署名から制作者本人と確認された月形町役場は盗難を防ぐため最終運行後に取り外し保存することを決めた新聞3新聞4 2020年5月7日の北海道医療大学駅新戸塚駅間の廃止にあたって、同日未明にホームに設置されていた駅名標が撤去された新聞級、鉄道林に囲まれている。駅につながる道は、未舗装の細い道である。駅への案内標識は、北海道医療鉄道札沼線石狩付型駅、豊川駅札ひな駅。ありがとうございます。